これからスムッん、な何ですかこれ我々はご家族を守る義務があるので私がどんな人間か顔も目も見ずに心開けますか次の取材矢野先生の母親これ軸にする加害者と扱われた家族の視点みんなに聞いてみてください誰が本当の加害者かムイ、はい、私ユッコ よろしく熟成じゃまかないな消毒かもなうちは必要なんだってこの町の頃にあと私らにどうしたの学校にも友達に追われたくないお父さんにも絶対嫌だひょっとして病院も連れてってくださったんですか初見てたな視点が生々しいっつうか根本的な解決じゃないよね正論が最善とは限らないと思います どっち側なんだよ。代わって何？木下。木下。 やっぱり世界三大映画祭ベルリン国際映画祭でその映画が上映されるっていうことがまずその映画作家にとってあとても栄誉なことなのでそれが本当に嬉しいっていうのがもう率直なまず感想ですね。でそれと別に知ってもらうことであったりとかあその映画を見つけてもらうことによって今後の日本で私がその映画を作る上で。 ポジティブな影響が出てくるっていうこと、うん、その要は最初に言った嬉しさよりもそれらのことの方がなんか大きな意味があるっていうふうに僕は感じてます。2014年の、えー、と5月月か6月ぐらいでしたかねあの、えー、ネットであるそのニュースがどんなニュースだったかっていうとある小学校のいじめ自殺事件から派生した、えー、得意な事件。 のニュースだったんですよ加害者の少年の父親と全く同姓同名の赤の他人が、えー、実名ですとかその職場ですとかあと住所までそのネットでさらされて、えー、誹謗中傷を受けるっていうすごいショッキングな事件があったんですよで。それを見た時に えなんでその事件の当事者でもない人たちがその情報をいネットでねさらっと見た情報を鵜呑みにして、えー、自分の正義をこう振りかざして他者をこう、うん、他者の生活を一瞬にして破壊することができるのかっていう何の権利があって彼らはそうするのかと意図があってと。でなんかもうそこに衝撃を受けたんですね。で あのそういう人たちがじゃあ、うん、他の人たちとその私たちと何ていうか特,特別な何ていうか差があるかっていうとそうじゃなくて全然その隣にいるような一見ごく平凡なありふれた日常を送ってるような人たちがネットだとそういうふうになっちゃうっていうそこにすごい衝撃を受けたんですよね。 でじゃあそういう攻撃をしてしまう人たちと攻撃をしない人たちそれを分けるものって一体何なのっていうそこを掘り下げたいとその結果まあそこから見えてきたものが超情報化社会が私たちからものすごく大切なものを奪ってしまったっていうことだったんですよ。 まあ、ドキュメンタリーディレクターの主人公を置きながらも、まあ、私が劇映画で10巻とか12年続けてきて、えー、その中で抱えてきたその何でしょうその表現が、えー、何か別の力によって、まあ、政治的なことであったりとか資金的なことであったりとか、まあ、そういったことで、えー、ねじ曲げられるというねじ曲げられたりとか、まあ、削られたりとかっていうそういうことを経験してきて、まあ、きっとドキュメンタリーでもそういうことはあるだろうと。 思ってでその2つを合わせて、えー、映画を作りたいと思ったんですね。でまあ取材をしたらやっぱり案の定そのドキュメンタリーの世界でも、えー、情報操作というのは当たり前のように行われていて、まあ、やはりなというところでもあり残念な部分でもあったんですけど特に日本はあの発表ジャーナリズムといってそのもう観光庁から出てきた記事を、まあ、そのままえー 映像化するだけの、ま、ジャーナリズム文章化するだけのジャーナリズムになってしまっている、うん、でもしくはあもう伝えるメッセージありきの逆算の映像編集になってしまっている、うん、果たしてそれはあジャーナリズムというのであろうかっていうそこに対するフラストレーション、うん、その2つが大きな僕の原動力になってますね。はい、これはは僕のののの今現時点での演出のモットーとしてはなるべく ワンカットの中に、その役者を長くいさせてあげるっていうことをモットーにしてるんです。なぜその長くいさせてあげる対価っていうと。長くいさ、ワンカットの中にいさせてあげればあげるほど、彼らはその、えー。役と自分自身が同化して、その中でそのセリフとか、と書き以上の表現を、えー。ひねり出してくる、発想してくる、時間が増えるんですよね。うん。 なので、できるだけワンシーンワンカットでやりたいと。ここでさらに重要なのがあの、リハーサルをしっかりやらないといけないんですね。ワンシーンワンカットでやるということは、うん、なんて言えばいいのかな。カットを割らないようにするためにワンシーンワンカットでやるので、ワンカットの中に、あたかもいろんなカットが存在しているかのように撮るんですよ。つまり、その人物と、 カメラを動かすことによって最初は引きから入ったのにいつの間にかカメラが寄ってってツーショットになりカメラがいつの間にか回り込んで誰かのワンカットになりワンショットになりっていうようにそのワンシーンワンカットの中でいろんなカットが入っているように人物ととカメラをを動かすっていうことをやるんです、ね、まあ今日本映画というのがあまりその世界から大きくその。 注目されなくななくっってきててきいいるなというふうに思って大きな名前の人たちばかりが注目されていてそれに続く新しい監督が全然出てきてないのではないかというふうに思われているかもしれないんですけれども決して僕はそんなことはないと思っていてあの実際に周りにも志を共にするような 日本の若い監督もたくさんいていい作品を撮っているので、まあ、私もその一人に、えー、なろうとしていますしなりたいと思っている人間なので是非、えー、ですねそのもし新しいフィルムメーカーを望んでいる新しい日本のフィルムメーカーを望んでいる、えー、海外の方がいらっしゃったら是非この映画を見ていただいて。 特に心理描写と社会的な視点で僕はあのこれまでにない日本映画を作ってると思うのでそこに注目して是非見ていただきたいなというふうに思います。